のたわいないさんにやってきました。イエーイ。花水木ブランの2020年が一バラ桃のバランス感で好きです。はい、奥のたわいないさんにやってきました。イエーイ。奥のたわいないさんはマジで超来たかった場所なので、私の友人とかよくねワインのブドウの収穫とかお手伝いってたんですけど、私はちょっとタイミングが合わなくて行けてなかったので、初めて来れて嬉しいです。試飲はできませんが、ワイナリーツアーとかセラーツアーすごい楽しみにしてます。はい、では行ってきます。では早速始めさせていただきたいと思います。お願いします。最初のワインはファンダのラベルのワインシリーズで、花水木ブランの2020年です。このワインは契約農家さんの甲州 100% で作っていて、色合いが濃いめに仕上げているのが特徴です。これは、はい、そのタルとかシュールリーとかってことですか？基本的にタルは一切使ってなくてステンレスタンク発酵をしているんですけれども、はい、まあ、甲州おそらくよくお飲みになる機会があると思うんですが、日本に伝来して千数百年経っているブドウ品種で、まあ、日本の中では醸造用の品種としては唯一 DNA として 95% 以上の脂質を持っている品種と言われていますが、日本人はこの品種を食べる用の品種として残してしまったので、今残っている甲州って粒が大きくて房が大きくてどうしても水分量が多いというものが残されています。でワインにするとどうしてもその水分量の多さがあだとなって、ワインが少しこう水っぽくなりやすい傾向にあるので、僕たちは甲州 100% でどういうアプローチで美味しいワインが作れるのかということをちょっとチャレンジして、このワインは、まあ、収穫したブドウをすぐ絞るんですけれども、その絞ったブドウの果汁の中に種とか皮を一定期間漬け込むマセラシオンリミテというやり方を取り入れています。英語で言うとスキンコンタクトです、はい。ブドウって生で召し上がっていただくと、皮の裏とか種の周りがヌメヌメしていると思うんですけれども、うん、そこはペクチン質といって、そこに一番糖分と旨味の成分である琥珀酸、貝ですね、牡蠣とかアサリにすごく多く含まれているんですけど、その琥珀酸が多く含まれている部分をできるだけ果汁に抽出したいので、それで漬け込みの作業を行って、で副産物的に甲州は薄紫色の皮をしている品種なので、その色素が果汁に移って、でこれまだ瓶詰めして時間があまり経ってないので色がちょっと黄金色ぐらいですけど、だんだん濃くなってきます。いつぐらいまでが飲み頃なんですか？これからどんどん近づきます。ずっと、はい、また3、4年ぐらいは全然平気です。2020年あんなことないよ、まだ。で、まあ、ろ過もあまり強くしてないので、今ちょっと結露してますけど、実際は少し薄濁りになっていて、ですので香りとか味わいの成分はこうすごいクリーンな作りというよりはちょっと複雑に持たせたようなそういう作りになっています。2番目のワインは今度は蝶々のラベルの赤ワインで、奥の田ロッソの2019年で、このワインもステンレスタンクで発酵熟成させたものです。でマスカットベリエというと、まあ、この辺りのワイナリーさんで赤ワインをテイスティングするとほとんどがベリエのワインだと思うんですけれども、ちょっと独特な香りとかフレーバーが出やすい品種なので、それをあまり得意としないというお客様も結構多くて、実際私もあまり好きではないんですけども、このオプラタロッソに関してはその独特なフレーバーというのがあまり前面に出ないようにちょっと工夫をして作っています。でグラスに注いだ色合いとかは瓶の色合いを見ていただいた通り結構薄い色合いだと思うんですけれども、実はマスカットベリエって抽出を強くすればするほどその独特なちょっとこう獣臭、フォクシーフレーバーというんですけども、はい、それが出やすい傾向にあるので、僕たちはあまり皮との接触、まあ、赤ワインで皮と一緒に発酵させることが多いんですけれども、その皮との接触の時間をできるだけ減らすような作りを心がけています。この明るい色合いからは想像できないぐらい飲んでいただくとしっかりとしたファンになったりとか、でマスカットベリーエのチャーミングな甘い香り、ちょっとこう綿菓子みたいな香りっていうのはもちろんあるんですけれども、メルローが 8% ぐらい入っているので、そのメルロー由来のタンニンによって香りと色合いからは想像できないぐらいに結構しっかりと渋みが出ている。で酸味と渋みと果実味のバランスっていうのが良くて、で特にこういう蒸し暑い日はこの時期冷やして飲んでいただくとすごく美味しい赤ワインです。非常にチャーミングな赤ワインなんですけれども、もともとこの蝶々のラベルのシリーズはお家のご飯と合わせてぜひ楽しんでいただきたいというコンセプトで作っているので、甘辛い味付けの照り焼きみたいな味付けとか、あとはお好み焼きみたいなスパイシーなソースを使った食事とか、そういったものにも非常に相性がいいと思いますし、意外や意外マグロとかカツオみたいな赤身の刺身と合わせても美味しい。3杯目のワインです。お花のラベルの赤ワインで、スミレルージュの2018年。
スネルージュは契約農家さんに栽培してもらっているメルローを 100% 使っています。もちろん僕たち自社農園でもメルローをたくさん栽培してるんですけれども、2000年頃に農家さんの畑の植え替えのタイミングでうちから苗木を持ち込んでお願いをしてメルローを栽培してもらっています。2軒の農家さんがいて、畑のもうそれぞれここから歩いて数分のところで2カ所あるんですけれども、まあ、2000年に植えてますから、いよいよブドウの木の樹齢ですね、年齢もう20年を超えまして、近年非常に仕上がるワインの品質も向上しています。何年ぐらいからそんなにこういいなってなるんですか？5年ぐらい前、15年ぐらい経ってくる。スミレルージュもですね、あまりこう抽出を強くしないように心がけています。まあ、メルローというとフランスのボルドー地方が原産で、まあ、ボルドーのお手頃な価格の赤ワインっていうとほとんどがメルロ主体なんですけれども、メルローというとどちらかというとカベルネほど強くないけど、結構しっかりとタンニンがあって柔らかい果実とボリューム感というところで美味しく飲んでいただく品種だと思うんですが、日本でこの品種栽培するとちょっと青臭いピーマン臭とか土臭い香りが前面に出やすい傾向にあるので、それがあまり前面に出ないように、このラベルに描かれているスミレのお花のようなフローラルな香りが前面に出るようにちょっと醸造的に工夫をして作っていきました。本当にフローラルだと思いました。あ、これね。2018年もそうですけれども、2軒の農家さんがそれぞれキャラクターが違うブドウを持ってきてくれるので、まあ、それだけ本当に数百メートルしかないんですけど、全然違うキャラクターのブドウが来るので、もともとはスミレルージュは1軒の農家さんのブドウだけ使ってた時代が長かったんですが、最近は2軒の農家さんがブレンドした方が品質が上がるということで、それぞれ違うキャラクターのブドウをブレンドしてより複雑味を出すようにちょっと心がけています。ハーフハーフで入れるそんなこと、一軒の農家さんの方が収量が多いので。なるほどなるほど。でこれは3年から5年ほど使った比較的新しめのフレンチオークの225リットルの樽で1年間樽熟成をしているので、程よい樽の香りがあったりとかもしますし、ここだとテイスティンググラスでのご提供なので、どうしても香りとか味わいの広がりというところまでは楽しめないんですけども、お家で楽しむときにはボールのグラスで楽しんでいただくと、もっとフローラルな香りが楽しんでいただけると。これは焼肉と合わせました。もう優しい感じだったんだけど、やっぱなんだろう、メルロのしっかりしたニュアンスもあって、焼肉と合わせられる日本ワインってあんまないんじゃないかなって思って、その酸だけが突出してるわけじゃないからこそ、すごいしっかりしたお肉とも合わせたのかなって思って、なんかこう包まれてない羽みたいな、ここしっかりある。そうだから好きなんです。はい。このワイン全体的に言えるんですけれども、基本的にあまり早飲みのスタイルがないので、スミレルージュなんかは今実際に飲んで美味しいと思えるビンテージが2015年とか、2013年とかも最近飲まれたお客様に聞いたらすごく良かったって言ってるので、そのぐらい待っていただくか、うちでそこまで待っていればいいじゃんって話もあるんですけど、そんなことするとただでさえコロナでワインが売れないのに大変なことになる。出し惜しみしてたら、はい、そうですね。実際2018年って通常ですともうとっくに売り切れていて、今2019年は販売しているはずなんですけども、やっぱりコロナで今東京都内の出店さんも、大変な思いされてますから、どうしてもワインの気持ちが悪くて、それでゆっくり大事に販売しているような形になっていて、それで2018年香りがだんだん開いてきて今美味しくなっているので、お客様にとっては非常にこう美味しい状態で楽しんでいただけている。それは嬉しいです。最後は甘口のロゼのワインです。やったー。これは勝手ながら私のワイン三昧という YouTube で、おすすめ甘口ワイン3選で紹介させていただいてるんですよ。バラですよ、バラ。なんて美しさなの。この絵を描く人はもともとご夫妻のご友人とかそんな感じなんですか。社長の奥さん。そうだったんですか。そうだったんだ、知らなかった。今日出してるワイン、すべて社長の奥様のデザイン、アッコ様の、はい、アッコさんが絵を描きました。素敵。ありがとうございます。4番目のワインはバラのラベルの甘口のロゼワインです。ローズロゼの2020年。本当にまず香りをぜひ楽しんでいただきたくて、すごい華やかな独特な香りがグラスの中から溢れ返ると思うんですが、ライチのような香りとかバラのような香りとか桃のような香りというのが顕著に感じ取っていただけるんじゃないかなというふうに思います。このワインは、そのような香りが本当に表面に出やすいニルズという、よくご存知だと思うんですけども、ブドウ品種を使っています。ニルズはもともとアメリカで交配された品種で、
片方の親に食べる用の品種、片方の親に貯蔵用の品種という、まあ、両方の極限を持ち合わせているフレンチハイブリッドという専門用語で言うんですけれども、そういうあのブドウ品種、もともと広く日本のこのエリアですね、赤ワイン用の品種として導入されて栽培されていた歴史があるんですけれども、ちょっと栽培が難しい品種で、赤ワイン用のブドウ品種は、皮が黒くなって、その皮の色素で赤ワインの色に決まるんですけれども、ミルズは実が熟しているのに、一房の中に色がつかない緑の粒がいっぱい入ってしまうことで、赤ワインした時にロゼみたいな薄い色合いの赤ワインしかできなくなってしまうということで、マスカットベリーが開発されてから、どんどん植え替えをされてしまって、時代に淘汰されてしまった品種です。今や、これはうちの契約農家さんが対面しているんですけど、うちの契約農家さんと、契約農家さんの畑の道向かいにもう一軒だけ別の農家さんがこのブドウ品種を作っていて、商業レベルでこの品種を作っている農家さんは、僕が知る限り日本で2軒しかいません。うちの契約農家ともう一軒、はい、粒がどんな感じなんでしたっけ、見た目は一つさんの中に緑の粒がいっぱい入っちゃいます。だから入ってるんですか、ね、黒い粒もあるんですけど緑の粒もいっぱいあるから結局色素量が減っちゃって、はあはあ、赤ワインにした時にすごい薄い、まあ、こういうオクノドロッソみたいな赤ワインになっちゃう。うちの農家さん、契約農家さんともう一軒しか作ってないので、うちで仕込んでる部分ともう一軒はルミエールさんっていうワイナリーさんで仕込んでいて、もうワインとしても2軒でしか日本国内では製造しています。2020年はやっぱり非常に難しい年だったので、ブドウの熟度があまり上がらなかった年なんですけれども、逆に酸味がすごくしっかりした年だったので、甘口のワインなんですけれども、すごいしっかりとした酸味のおかげであまりベタベタしない甘さに仕上がっていて、この華やかな香りがあって、食前食後に楽しんでいただくのはもちろんですし、ちょっと癖が強いチーズを使ったお料理とか、しびれる辛さの中華料理とかですね、そういったものに合わせていただくのもすごく難しい。中華に合わせるワインって結構やっぱりソムリエの中で難しいんですけども、決め方は、まあ、昔からドイツのモデルとかっていうのはあって、まあ、定石であるんですけども、それよりもこちらの方がなんか香り的にはスパイシーさに結構強調するので合わせやすいのかなというふうに思います。この奥の田ワイナリーさんで人気なものってどれなんですか？ちょうどそのテーブルの上に並んでるんですけども、ヴィンテージブリュットという甲州のスタッフのワインです。あ、そうなんだ。逆に飲んだことなかったです。2018年の甲州をベースにして 20% を1990年の甲州に。そんな昔の、ベース、まあ、自宅ワインがあって、はい、でそれをブレンドすることによってフレッシュな果実味と熟成した香りが共存して非常に複雑味があふれる独特なスタイルにしています。2018年は香りもです、ね、泡立ちもすごく、まあ、優しくて今飲んですごく美味しいと思います。まだ僕実際飲んでないんですけど、デボルジマンって降りようと思った作業をしてるので、はい、その時の香りからするとその前にリリースしたものよりはかなり品質が高いです。その90年代の甲州をそのリガーブワインに入れるということでしたけど、はい、その90年代の甲州ってどこかにこう保存されてるんですか？テラは瓶に入ってるので、それをちょっとずつブレンドして、はい、20% ぐらいになるように瓶を入れてブレンドして、うん、もう直近は90年だけです。あ、そうなんですね。はい、その前はずっと2000年だけで作ってる年か2002年だけで作ってる年っていうのがずっと長く続くんですけど、もうベースワインがそこついちゃったので、今度は新しいものと古いものを混ぜて。どれが一番好きでした？最初のやつ、花水と最後のやつ、もローズって本当ローズの香りがするんですよ、うん、このヴィンテージは瓶詰めして時間が経ってない時から香りが出てるんですよ。通常はもっと、まあ、詰めて3ヶ月、4ヶ月ぐらいしないと香りが出てこないことが多いんですけれども、2020年は、まあ、その前のヴィンテージが比較的早く出てきちゃったんで、2月、3月ぐらいに出ました。いきなり香りが出てたんで、おかげさまでお客さんも作ってほしいので、美味しい。なんか主張が激しすぎないところが好きで、私は、このイタリアのロゼとかってもうバラの芳香剤ですかっていうぐらいすごいのあるんですけど、が一バラ桃のバランス感みたいな好きです。はい、飲んでませんが。奥の田ワイナリーさん当主の中村さんに直接畑を案内してもらいました。見えてるのが頭の上に枝を這わせてブドウを栽培している甲府盆地で伝統的なブドウ栽培の景色ですね。はい、ブドウ棚って言います。でここで見ておいてほしいのは、はい、このブドウ棚の下にブドウの木はあまり生えていない。ブドウ棚でブドウを栽培する場合、1ヘクタールあたりのブドウの木の本数は約200本ほど。
世界のワイン醸造を前提としたブドウ栽培では、同じ1ヘクタールに4000本くらいブドウを植えるところから始まるんです。そうするとこの日本の伝統的なブドウ栽培っていうのは、世界のワイン醸造を前提としたブドウ栽培と比べると異常なほどに少ない木の本数で長年ブドウを栽培してきたことになります、はい、ただその方法が面積あたりのブドウの収穫量は多いんです。ブドウの木が本数が少ないのにブドウの収穫量が多いっていうのはちょっと話のつじつまが今のところ合ってませんが、ね、この少ないの、うん、まあ、だんだん合ってくるので、私どもの日焼け補助ブドウはカベルネソーヴィニヨン、今度は頭の上に枝を生えておらず、これも一度見たことがあると思いますが、垣根栽培。ブドウの木の本数はさっきのブドウ畑よりも一段増えて、1ヘクタールあたり9000本、中に入っていきます。少し甲府盆地のブドウ栽培を掘り下げてみましょうか。はい。甲府盆地のブドウ栽培は、安土桃山時代から、800年前からですね。歴史や。はい。鎌倉に幕府がある頃からですから、はい、甲府盆地にもお役人は赴任しており、農地を検知して、農地から年貢を取るわけですが、その日付が入っている書類の中にブドウ畑が出てきて、ブドウ畑からどうやら年貢を取っていたようです。そうすると甲府盆地のブドウ栽培は800年前、安土桃山時代にはすでに商業的なものになっていた、年貢の対象にもなっていたということが、日付が入っている書類、お役人が書いた書類で証明されている、うん、多くの地球上のブドウ産地の中で800年前の商業的な栽培が書類で残っているっていうのは本当にこの稀な出来事で、非常にこのブドウの産地としては誇り高い産地です。非常にこの植え付け本数の少ない棚栽培ではブドウの木は積極的に横に広く根を張っていて、はい、そうすると降ったばっかりの雨水を吸って葉を冷やしていて、うん、そうすると秋に熟したとてもみずみずしいブドウがたくさん収穫できる。大粒で房型も大きくてみずみずしいので食べると美味しくて喉の渇きが癒されて、でもってたくさん収穫できますので日本の農業にぴったり合っていく、うん、ただ、その800年の歴史のうちワイン醸造の歴史は180年ほどなんです。で出来上がったブドウ酒を労働の癒しとして飲んできたんです。それがこう一升瓶で楽しむ。そうですよね、うん、湯飲みで飲むやつですね、はい、これはその労働の癒しとして酔うための道具ですから、はい、そのワインとして品質的に非常にこう高いレベルに優れている必要はなくて、非常にこう都合よく酔うことができればそれで良かったんですね、うん、この間6月に59歳になりましたが、第一世代にあったんです。で僕は大学を卒業して老舗のワイナリーにお勤めして、で、その製造部にいたんですが、そこを飛び出して小さなワイナリーを作って、今年で32年目になります。当初こんなブドウ畑は隣接するブドウ農家からすれば、まるでナンセンス。クレイジー。うん、だって、ブドウこんなにたくさん植え付けてしまえば、ブドウは横に根が張れなくなってしまうので、ブドウの木が大きくなれない。産業効率悪くて、ブドウあまり収穫できないって言ってる若者は、まるでクレイジーにしか思えないですよね。うん、日にちが経つにつれて、横に根が張れないブドウの木は仕方なく根が下へ行き、下に根が入ると僕たちの国ってもともと海の底から隆起した島ですから、海の底だった時のそのミネラル層に根っこが届き、で、ここ今、甲府盆地、すり鉢になっている甲府盆地の僕たち縁におりますので、山に雨が染み込む、海の底だった時の石の間を、言ってみれば甲州御影石の山ですから、石の間をこう、雨水が流れるうちに、雨水が冷たい高ミネラル地下水になって、でミネラルを多く含んでいる地下水を地上で熱い思いをしている葉っぱを冷やすために吸い上げていって、こう蒸散させて葉っぱを冷やしますので、今度は一緒に吸い上げてきたミネラルが残って、残ったミネラルが成長しているブドウの中に溜まっていく。そうすると夏から秋にかけて、まあ日本で一番取るような暑い日が続けば続くほど、すごい勢いで深い地下から水を吸い上げてきて葉っぱ冷やしますので、うん、そうすると、ブドウの中に地下ミネラルがどんどん凝縮されていく格好で溜まっていく。カベルネソーヴィニヨンを収穫してみると、食べると甘くて美味しいんですけど、なんかイメージとしては、甘くて美味しいけど食べるとこねーみたいなブドウで、粒がちっちゃくて種いっぱい入ってて、うんうん、はい、で、ミネラルがギャーッと凝縮してますんで、濃いなこれみたいなそういうブドウで、うん、はい、で、絞ってもあんまり果汁も出ないんですけど、出ることは出るんですけどね、あんまり出ないんですけど、みずみずしいブドウに比べて、はい、
でもそういうブドウでワイン作ると今度は薄いだの水っぺいだのっていう話じゃなくて凝縮感があってミネラリーで力強くて、でミネラルが多いので pH が安定して長期の熟成にも向くっていうワインが出来上がる。そんなワインを作る者たちが日本ワインっていう言葉を作ってきたんです。いいでしょうか。なんかロマンチックですよ、とっても。次は世羅を案内してもらいました。あ、すごいいっぱいある。すごいね、綺麗輝いてる。ありがとうございます。僕らのワインセラーです。まあ、僕らは私を含めて5、6名ところですね、はい、でこの5、6名で農場、農園からもたらされるワインで約半分、あと半分を契約のからもたらして、年間50トン前後ということで4万本ほどのワインを作ります。自分たち農園を運営しながら、収穫したほどで年間4万本のワインを作って出荷するというのは結構そのすごいですね。ブラックの瞬間もあるんですが、まあ、ワイナリーのサイズとしてはでも小さなワイナリーっていうサイズなんですね、はい、ただ、これが世界中で見るとこの小さな4万本前後のワイナリーっていうのが一番贅沢な仕事をするよねっていうふうに言われているサイズです。ワイナリーっていうのは10万本でも100万本でも1000万本でっかいワイナリーでいくらでもあるんですが、はい、なぜか不思議なことにワイナリーって大きくなると安ワインをたくさん作るようになってしまう。例えばさっき見たブドウ畑、4000本から始まるブドウ畑に9000本も植えてある、でそれはその4000本のブドウ畑よりも手がかかり収穫量が少なくブドウは育ちません、でもそれだけ凝縮の高いブドウで蒸しワインを作りたい。でもワイナリーが大きくなるとどうしても4000本くらいの植え付けですごいこう作業 大型の作業機械を入れて効率よくたくさんワインを作りたくなってしまうというのがなぜか差がなんですね。でも例えばヨーロッパに出かけて行ってグランクリの畑なんかを見ると、さっき見たあの狭い畑にあの間にもう一列入ってる。もう一列、うん、さっき 1m50 の畝幅があったよね、はい、で株と株の間が 75cm だったけども、はい、あの 1m50 の間にもう一列入ってる、うんうん、機械どころじゃなくて全部人が手で。そうですよ、手積みですもんね、うん、はい、あの収穫はもちろんなんだけど、作業の全部を手でやる。私の友人がよく岡本さんの収穫をお手伝いに行く。お友達ですね、ありがとうございます。はい、あのそうするとね、僕らの木はこの形だったんですけど、はい、あの間にもう一列入れるとブドウの木もっと育たないからこんなちっちゃくなっちゃうの。こんなちっちゃくなっちゃうの、ここで作業を作ってここで収穫するぐらいぐらいなっちゃうんだけど、でもグランプリをいつも飲んでる。いただくことは勉強としてあります。そうそうね、美味しいよね。やっぱりやつらそこまでやってくる、ね、うん、でまあ、あの僕今の日本のワインの状況でそこまでやると本当にクレイジーなんで、それはあのいつかやってみたいとは思っているものの、いつかしてしまいそうですね。いやもうね、年だからね、間に合わない。でこの畑が植え付けから80年経ってんだよとかって言うわけ、もう絶対間に合わないよ。もう80年がもうちょっと記録を新しく塗り替えるか、ね、俺そんなに生きられない。俺最近180歳になったんだってそんな話だからさ。そうね、そうするとさ、そのできないんだけども、より凝縮の高いワインっていうのを世界中でブドウ栽培とワイン醸造するものは追い求めていく、うん、でここにサクッと4万本あるわけですが、はい、4万本のワイナリーって面白くて、ね、召し上がってもらう皆さんが大体見えているんです。けどお酒屋さんのオーナーとか、その先にお客様とか、はい、レストランのオーナーとか、その先にお客様とか、うん、こんな風にこう遊びに来て、で美味しかったまた来たっていうとだんだんこう見えるっていうお付き合いになっていきますし、はい、そうすると大体こうワインを召し上がってもらう皆さんが見えているっていうのは、この4万本のワイナリーの面白いと思う。中村さん、ありがとうございました。はい、戻ってきました。でね、あの奥の田ワイナリーでもワインがもちろん購入することができたので、メンバーみんなでね計3本買ってきました。紹介したいと思います。まずこちらヴィンテージブリュットスパークリングワインですね。甲州の
スパークリングワイン甲州市 100% なんですけれども、面白いのが2018年の甲州を主体に作っていて、あとは1990年ジャストのブドウをリザーブワインをこの中に入れているということですね。だから2018年と90年が一緒になってるっていうことで、なんだろうね、こう複雑な味わいが楽しめるのではないでしょうか。お値段4000円ぐらいでございます。楽しみです。はい、続きましてこれは、はい、P が買いました、日焼けビンヤードの奥の田ワイナリーメルロとカベルネソーヴィニュですね。カベルネソーヴィニュ 100% のトップキュベです。あれだよね、奥の田ワイナリーさんの中の日焼けってこう書いてあるものは白でも赤でも一番ボリュームがあるものなんだそうです。こちらお値段は6000円ぐらいでございます。でカベルネソーヴィニュ、果たしてビアは私たちで飲んでくれるのでしょうか。はい、みなみちゃんも笑っております。続きまして、これみなみちゃんが買ってました、ジュートレッザンメルロということで、これは何かというとブドウジュースです。はい、みなみちゃんなんで買ったんだっけ。妊婦さんに飲んでもらおうと。優しい、素晴らしい。ということで、ブドウジュース、山梨県甲州市産メルロを使用したブドウジュースですね。お値段はおいくらぐらいですか。2700円ぐらいということですね。まあ、結構ノンアルコールのワインっていっぱいあるんですけど、その中でも重い方なんじゃないかと思って期待したいです。期待しております。はい、そんな感じです。実はですね、奥の田ワイナリーさんのワインは私本当に大好きで、もういろんなワイン私も飲んでるんですよ。でも今日ね、2人が試飲してたヴィンテージまではさすがに飲んだことないかもしれないけど、まあ、大体の雰囲気は知っていてとっても大好きなので、今日はそういう、ね、自分が飲んだものじゃなくて、これから挑戦するものを選んで飲んでみました。あと東京でもね、あの今出屋さんとか、銀座6の地下2階にある今出屋さんとかでも売ってますし、意外と奥の田ワイナリーさんは置いてあるお店があるので、ぜひチェックしてみてください。動画が面白かったなって思ってくださった方、コメントと高評価お願いします。そしてこれからも私をずっと見ていたいなって思ってくださった方は、チャンネル登録と LINE の登録もお願いします。ではではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。